番でございます。マイクラおじさん、たつなみでございます。今回は今までずっとやってきましたエデュケーションワールドを遊んできましたけれども、解説動画なんですけれども、今日はですね、いよいよやってきました。皆さんお待ちかね、レッドストーンの出番だぞー。来た。やっぱりね、マイクラの面白さといったらレッドストーンとコマンドブロックだと私は思っているんでね、 あとアドオンかもありますね、あると思うので、その一番最初のステップとして皆さんにもぜひね、レッドストーンはやってもらいたいんです。あのマインクラフトカップでもね、レッドストーンというのはすごく大事になってくるよっていう話をしているんですけれども、ぜひね、これを機に、今回のご紹介するワールドを機にですね、皆さんもレッドストーンの性能とか機能っていうものをちょっと勉強していただいて、目指せレッドストーンマスターというところではないでしょうか。ということで、今日はこちらをご紹介していきたいと思います。はい、レッドストーンベーシック、はい、これをねやっていきたいなと思います。で、このワールドを順番通りにやっていけば、もう嫌がおうにもレッドストーンに詳しくなれるというワールドらしいので、本当か、本当に、俺も結構レッドストーン使うから大丈夫かな、私を納得させてくれるワールドなんでしょうか。まあ、そこも楽しみなところですが、皆さんと一緒にこれから見ていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、魅惑のレッドストーンの世界へ行ってみよう。ジグズガイドレッドストーンベーシックということなんですけれども、ほうほうほう、なるほどなるほどな、おーおー、基地みたい、でかっ、お、あ、なんかある、なんかある、あ、でもなんかここ行けないな、アドベンチャーモードだからいろんなものがいじれないようにはなってはいるんですね、これね。テストルーム、フリービルド、あー、なるほど、スタート、ザベーシックス、なるほどなるほどなるほどね。じゃあここからスタートして、まあ基礎をここで学びましょう、ここでテストしていきましょう、そしてフリーで作っていきましょうみたいな、そういうエリア分けがしてあるんですね。めっちゃでっかいレッドストーンパウダーとレッドストーン陶器がありますけれども、すっごいな、神社みたい。さて、Usable button to dispense a minecart to use、 あ、なるほどね、このボタンを押すとマインカートが出てきますよ。で、Get in the minecart then press the button begin、 あ、なるほど、ボタンを押して、マインカートを発進させてスタートですということですね。はいはいはい、 OK です OK です。で、これが Open this chest to beginジガボブさん、プロダクション、チェスト開けると始まるよ。 You should hear a voice、 You should hear a voice、 声が出てくる。 When opening this, if not please、 びっくりしないでみたいな感じかな。 Adjust your volume for maximum、 あー、なるほどね、音量注意ってことらしいですね。喋るから音量注意だよって、本当？ Welcome to Jig's GuideRedstone Basics. My name's Jigarbob, and I'll be your guide. To begin your learning, head to the start posters and get yourself a minecart. Sit in it and then press the button. Oh, Jigarbob. Welcome to Jigarbob Guide. Redstone Basics. って言いましたね。My name is Jigarbob. Jigarbob さんですね。あー、なるほど。まあ、私と一緒に、レッドストーンの勉強していこうよということですね。で、マインカートを出してスタートすることで、これは始まりますよと、マインカートの中に座って、ボタンを押してスタートだぜ言ってますね。なんかめっちゃご飯くれたけど、じゃあご飯も必要になるってことかな。結構じゃあ長丁場になるってこと。じゃあ早速やっていきましょう。お、マインカート出た。はい、じゃあスタート。おお、 You made it. Sometimes you'll have to push a button or pull a lever to continueEverything you see here is powered by redstone. おー、かっこいい。これいいな。英語の発音とかがすごい勉強になるかもしれない。バッチリだね。まあボタンを押したり、あとはレバーを下ろしたりすることで続きができるよと。で、レッドストーンのパワーが伝わっていくのを見てってくれということですね。じゃあ多分どっかにボタンが、あ、これか。Use this ボタン。このボタンを押せと。お、鳴った。おーおーおー、 Use this lever。 おおお、チュ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 、おー。 Redstone can be found as ore deep underground. You'll need an iron pick or better to mine it.
Redstone can be used for so many things like doors, automatic farming systems, and even combination locks. Heck, even the animated characters right here in the mine are powered by redstone. Ah, redstone は鉱石として手に入るんだよと。地下深くに redstone and blocks powered by redstone埋まってるんだよ。それを採取して回路を作るんだよ。Turn on when the block of redstone is next to them or when they're powered by the redstone. なるほど。redstone のパワーを伝達させて。こういうふうに、光らせたりとか動力を与えたりするんだぜ。Like ejecting players from minecarts with redstone. Now you see what power there is with redstone. Step on the pressure plate sitting on the blocks of gold, and you're ready to begin the basics. なるほどなるほど。Now you see that power there is with redstone. Step on the pressure plate sitting on the blocks of gold, and you're ready to begin the basics. 金色のあこれか。貫通板を踏んで、レッドストーンの動力を生かしてベーシックの教室レッドストーン基礎の、エリアに行ってみようという話をしていますね。じゃあ行ってみましょう。 Stepping on this pressure plate unlocks the next room。 おー、これを押すと貫通板を踏むと次の部屋の入り口が開くよ。 Now the real fun begins。 おー、セクション unlocked。 Head in there and learn how to use and play with redstone power。なるほど、レッドストーンパワーの勉強を次のベーシックの教室でやりましょうということですね。すごいよくできてる。まずここであれだ、レッドストーンのその、まあ、成り立ちとかあとはどういう機能があるのかっていうのをちょっとだけ触れて、でその後、実際にじゃあ組んでいってみましょうということ。導入イントロでこんだけの仕掛けをちゃんと作ってやってるっていうのはすごいな。ジグはすごいね。こっちも楽しみなところだけど、まずはじゃあベーシックから行ってみましょうか。 These are pressure plates. お、プレッシャープレート、貫通板。 They emit redstone power and can activate redstone components like doors. For the sake of this tutorial, you can only place them on blocks of gold. なるほど。 Try it now. 金色のブロックの上に貫通板を置いて、レッドストーンの動力をドアに与えて、ドアを開いてベーシックのYou made it. Whenever you see a block of gold, put a pressure plate right on it and see what it does. 金色のブロックの上には必ず貫通板を敷くようにしてねっていうふうに言ってますね。なるほどなるほど。こことか。If you didn't already notice, redstone is able to do a lot of stuff. All of these components do something different when you step on your pressure plate.レッドストーンはいろんなことができますよと、貫圧板を踏んだ時に、それぞれ、まあ、別々な動きをするよっていうことだね。まあ要はピストンは伸びたり、トラップドアは、まあ、動いたり、あと音が鳴ったり光ったり、まあ、いろんな動力がいろんな影響を及ぼしていくんだよっていうことを言ってますね。丁寧に説明してくれるわ。あとあれだ、これだ。はいはいはい、あ、もう俺アスでダメ勢だからもうこれ乗れない。あー、こんな感じね。はい、あ、これはもしかしたらあの信号がこのエリアに影響を及ぼすんだよっていうエリアを示した模型ですね。レンジオブパワーだ。この貫圧板を踏んでここにレッドストーンの動力を与えてあげると、ここのブロック、このガラスブロックのエリアに信号が行きますよっていう模型ですね。Pressure plates power components. They also power blocks themselves. Here you can see their range of power. Blocks adjacent to the power block also have a range of power. Any component in this combined range will be powered as you can see with the redstone lamp. このエリア全部光るんだぜ。Climb up and step on the pressure plate to see. はい、こんな感じ。ね、全部のエリアにパワーが1枚の貫通板で行くんだよっていうことを言ってくれてますね。懇切丁寧。ジグイケメン。Wait, how is that door opening? ちょっと待って。The pressure plate is powering the redstone dust, which transmits the power to the door. このドアはどうして開いたんだと思う？で、レッドストーンダストが、パワーを伝達してるんだよ。これですね。ちゃんと説明してくれてる。で、これあの早く通り抜けないといけないよってやつだね。でもなんだ。ダウ！これ走らなきゃいけないじゃん。オッケー。これもう出れなくなった。あ、いけるわ。じゃあ次は。I'm gonna give you some levers now. あ、レバー。For the sake of the tutorial, these can only be placed on blocks of diamond. ダイヤモンドブロックのところにレバーをくっつけて動力を伝達させてねっていう話ですね。で、プレッシャープレート、貫圧板とは違って一回オンにしたらそのままそれを持続することができるよって、まあこういうことだね。はい。Really cool. レッドストーンダスト。レッドストーンダストは超いいぜ。
More stuff? Oh! Now you're getting some redstone dust. This can only be placed on red wool. Let's see if you can get through the door. なるほど。赤い羊毛の上にはレッドストーンダストを置いて、そして、なんて言ってた？Now you're getting some redstone dust. This can only be placed on the red wool. うん、レッドウール。赤いウールの上にレッドストーンダストを置いて、Let's see if you can get through the door. ドアを通り抜けて次の部屋に行ってくれということだね。ただここで、Sure, this will open the door.ドア開いたけど、これじゃ通り抜けられないよね。時間が足りないよね。じゃあレバーで開けようぜ。Good idea! そうだよ。All you have to do is complete the circuit. なるほど、なるほど。これだと回路がずっとオンの状態を保てるからっていうことだね。ほんと丁寧に説明してくれてる。これ、レッドストーンの構造を解説するのに、ジグのレッドストーンワールドやってって、レッドストーンベーシックやってって言ったら、もう大体これで分かっちゃうね。でオン。This is the furthest that redstone dust can transmit full power without extra components. ああ、なるほどね。レッドストーンダストの伝達する距離は15個までですっていうやつだ。じゃあ16あるやつは届かないんだぜ。Since the length of redstone dust is 16 here, it's too long to power the lamp. そう、ここまでだと距離が長すぎて届かないんだよ、ランプがつかないんだよっていうことを言ってくれてますね。ほう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 、これなんだ？レンジオブパワー。ああ、なるほど。レッドストーンダストの場合、ここの範囲に、はい、レッドストーン信号が行き渡るんだよっていうのの模型ですね。一応これも加圧版で。Redstone dust is strange in that unless it's actually pointing at something, it has no range of power. In this example, all of the range of power you see, the levers on the other hand power all around them. パワーの範囲はちょっと限定されているんだけれども、ダストの下のパワーブロー、ダストの下には信号が伝達しますよとか、その周囲にも信号が伝達しますよとかっていうことを言って、また、まさにこれを言ってるんですね。はいはいはい、なるほどなるほど。でレバーもしかりということですね。はいはいはい。あ、なんかこれ細切れになってるな。あ、これはつなげてみやんせってことですね。So you know that redstone power can only travel 15 blocks using redstone dust. もう君はもう15ブロックまでしか届かないってことを知ってるよね。It's called a repeater. It will boost the power back up to 15 and allow it to transmit even further. はいはいはい。で、リピーターと呼ばれているものを使うと、ブーストをすることができるんだぜ。またさらに15ブロック遠くまで届けることができるんだということですね。だからリピーターというのはすごく重要なんだぜっていうこと。おー、なんか変わってる。ほう。じゃあここで君はどう回路をつなげるんだいっていうことを言いたいわけだね。任せて。それなりにレッドストーンはやってるから。Go! Count it up. そうだね、やったぜ。Traveled over 40 blocks. リピーターを使うことで、40ブロック、さらにそれを延長することができるんだ。いいじゃないですか。ラディカルリピーターズ。ラディカルってなんだっけ？ラジカル。過激な。超すごい。リピーター。めっちゃリピーターっていうことね。本当か？合ってるか？ああ、ここは遅延だ。はい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 。遅延するんだよ。Notice how long it took for the power to travel through all the repeaters? They can be adjusted to increase the delay of power through them. なるほど。うん。リピーターが働くことで時間が遅延されたことにちょっと注目してね。で、パワーを伝達することを遅らせる調整ができるようになるよっていうことを言ってるんですね。レッドストーンパワーストレングス15、15、14、15、14、13、15、14、13、12、11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 、
1、0、0、ここにはまだ置けない。なるほど。ちょっと仕掛けを動かさないとできないのか。This shows how the repeaters boost the power back up to 15 strength each time. リピーターはこういう風にブーストかけられるよね。But of course, repeaters can only repeat if they take in a power level of at least one. でもそれが16ブロックで届かなかったら、リピーターも効果ないんだぜっていうことですね。なるほど、なるほど。まあそうだね。そうだよね。で、こっちはゴールドブロックだから、カーズマか。Each line of repeaters is set to a different delay. ああ、これは遅延だ。See how the lamp lights up at different speeds? はい。このリピーターのこのバーを調整することでこれだけ遅延が出るんだよって話をしてくれてますね。で、こっちはレバーだ。Blocks mostly fall into two categories.
Most opaque blocks are able to transmit power. これは透過ブロックと不透過ブロックのことを言ってますね。要はこういう不透過ブロックの場合は、レッドストーンの信号を通すけれども、こういう透過ブロックはレッドストーンの信号を通さないんだよっていうことを言ってますね。だからここから直接はいけないし、ここに入った信号もここに出てこない。ここに入った信号も出てこないっていうことですね。直接来てるものしか出てこないし、で、あと透過ブロックでないもの、こういうフルブロック全部信号が届いてるんだぜっていうことを言ってますね。本当に至れり尽くせりだな。すごいな。あ、で、ここはレッドストーンブロックレッドストーンブロックパーティー。なるほど、これは常時オンのレッドストーンブロックだってことの、今度はこれを勉強していこうってことですね。レンジオブパワー、なるほど、レッドストーンブロックは置いてあるだけで、これだけレッドストーン信号の範囲が出ているんですよっていうことを言ってますね。じゃあ、ああなるほど、ここにレバーを置いて押し出す。 This is a piston. そう、ピストンだぜこれは。オンのパワーを与えてあげることでレッドストーンのブロックを押し出しました。で、そのおかげでこの回路にオンの信号が入りましたよっていうことですね。面白。Pistons are unique in that they can draw power from redstone dust running next to them. ピストンは非常にユニークな動きをします。レッドストーンダストが走っていて次に行くと、ほとんどの、まあ、ピストンは、接続されたレッドストーンの信号を受けてそれぞれの方向に、押し出していくということですね。で、ただこれだ。The piston can't take power in that this head. Its head.だからここに繋がってないとピストンは動かないんだぜっていうことですね。横は通じるけどこっちの押し出す側は意味がないんだよっていうことを言ってますね。あ、あとこれもか。 This lamp doesn't get power by dust running next to it。 ここに直結されてないからってことですね。横を走ってるだけじゃ、ここは光らないと、こういう状態にして信号を与えてくださいねっていうことを言ってますね。あと Again the piston isn't getting powered enoughpowered through its head。 まあ当然ここにも信号が与えられてはいるんだろうけど、できるかな、どうだろう。でもここに動力が来ていてそれを受けて伸びるということはできますよ。ただこれはヘッドの部分がもう詰まっているんでこれはもう動きませんよということですね。で、あとはレッドストーンの下、ここにも信号が来ているのでその隣にあるレッドストーンランプは点灯しますよと、動きますよ、パワーがいってますよっていうことを言ってますね。面白い。ガチョ。Regular pistons push blocks, but after that, ああなるほど。通常のピストンは押したらもう元には戻りませんが、This is a sticky piston. はい、粘着ピストンは戻せるんだよ。Once a block is attached, unless you use another piston or manually remove it, it will always be attached.Sorry, Jig. 早くやりすぎてもう音声がかぶってしまいました。まあ、要は粘着ピストン戻せますよっていうことですね。で、あとこの辺も、ああなるほど、いくつかの回路が。Pistons will extend automatically if they are pushed against other power sources. おお、どうしようどうしようどうしよう、どうすればいいんだろうこれ。こうしてこうしてこうするとまたさらにいくと。あー、こういうやり方ができるんだよっていうことですね。なるほど。これは鉄ブロックだからもしかしたら新しいアイテム。Some redstone torches. はいはいはい、来ました来ました。レッドストーントーチ。Now you are getting some redstone torch. For the sake of the tutorial, then can only be placed on the block of iron. 鉄ブロックの上にレッドストーントーチを置いてチュートリアルを進めてくれ。Redstone torches are similar to blocks of redstone in that they are usually powered. Unless you power the block that they are attached to, then they will turn off. なるほど。レッドストーントーチはオンの信号を出すこともするけれども、オフにすることもできると。要はナット回路のことを言ってるのかなと思います。レンジオブパワーは、そうだね。はい、こういう形で動力を与えられますよと。トーチはこのようにブロックの横にもくっつけられますし、横にくっつけたときはこういうふうに信号が出ていきますよ、伝達していきますよっていうことを言いたいわけですね。はい、これ全部光りますよと。なるほど。ここに来て、で、ここか、ここか、あれ違うな。あー、まあ、とりあえずこれをやっていくか。まず、プレッシャー、
お? Using the unique properties of redstone torches, you can create a chain reaction of torches turning on and off as the power goes through the circuit. まあ要はオンオフをこのノット回路で逆転させるということですね。はい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 。おお、すごいすごいすごい。上まで続いてるわ、ちゃんと。はい、それぞれが逆転していくと。レッドストーントーチがくっついてる根元のブロックに信号を与えるとレッドストーンが、レッドストーントーチは消えるというようなことですね。で、ここにもプレッシャープレートを置いて、パウダーを入れることで、Here you can see when a redstone torch is sitting on a block that gets powered, it will become unpowered. Vice versa is obviously true. When you step back off the pressure plate, it will turn back on. うん。もうすでにオンになっているブロックにレッドストーントーチがついていると、プレッシャープレート感圧板で信号を与えるとそれはオフになります。逆に感圧板を離れるとまたオンになりますということですね。ああ、はい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 、やってみましょうか。まずここつなぎます。そしてここつなぎます。で、レッドストーントーチを置くと、 This orientation of redstone components is put together in a certain way. In order to get through the door, you must power both redstone torches. This will turn both off, which will allow the final torch to turn on. で、 Don't forget torches can be put on the side of blocks too. いうことですね。あ、ここにまずさせと、はい、いうことですね。で、ここでオフの状態になっていて、信号はまだ来ていなくて、で、ここにレーバーを置いてオンにすると何が起こるかってアンド回路ですね。Disorientation of redstone components is commonly called an AND gate. はい、アンド回路のことですね。Because you'll need to power one side and the other to turn the middle torch on. はい、こっちとこっち両方オフになって、まあノット回路でオン信号、オン信号を出すことでここが両方オフになったらこっちがオンになってこっちに電流が行くということですね。The room before, before the room. 戻る部屋。はあ、はあははあ、なるほどなるほどなるほどね。Teleport back to the beginning。 最初の部屋に戻りますよと。 The final basic challenge。 おー、ベーシックの最後のチャレンジです。やってみようかな。 That's it for the basics. The next room will test your knowledge and give you the key to unlock the test rooms and free build. Good luck. おー、good luck。 あー、なるほど、ここでいろんなことを自由にやってみてごらんよということですね。まずここはレバーでしょ、で感圧板でしょ、でここにつないで、はい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 、あー、ここはトーチでアンド回路を作ってこうやってやって、おー、はい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 、ガッチョン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 、このぐらいかな、あれ、あ、早くやりすぎてアイテム化したか、俺やっちゃったかい俺やっちゃったかい、これジグバグがあったよで、ここでこうすることで、 Congratulations! おー、やった！ Take the block of redstone and put it on the block of emerald back at the main hub. おめでとう！ Take a block of redstone and put、レッドストーンのブロックを取って、メインハブのエメラルドに戻します。あー、一番最初のあのエリアのやつか。おー、レッドストーンブロックめっちゃ手に入った、砂返す、やった、なるほどね、こういう感じでここをクリアできたと。あっ、ちょっ苦手。はい、じゃあビギニング、バックトゥザビギニング。いやー、面白かったな、ベーシック楽しかった。ここか、ここに置けよと。おお、In the test rooms, you'll find every component in Minecraft and a room with different examples of how to use them. The free build has many of the circuits you've already seen in this map and tells you how they work. You can also change your game mode out there for some real freedom. こっちにはフリーで作れるし、こっちはテストの部屋がいっぱいあるということですね。なるほど。Thank you, Jig. いいワールドです。これは最高なんじゃないかな。じゃあこのテストルーム、そしてフリービルド、これはね、ぜひ皆さんで体験していただきたいなと思います。ということで、ジグのレッドストーンベーシックいかがでしたでしょうか。すごいいいチュートリアルですね。レッドストーンの基礎中の基礎をしっかりと体験しながら勉強できる。でしかも変なところに置けないようにちゃんとなっているので、間違って置いちゃっておかしくなっちゃったり、わけがわからなくなったりなんていうこともちゃんと防止されている素晴らしい制度のワールドでした。はい、ただ一つね、G1 ポイント、The sand block is not ぐちゃぐちゃになっちゃうよっていうところだけね
これジグに送ろうかな。うん、ちょっとコメントで後でツイッターかなんかで送ろうかなと思います。はい。ただそうは言ってもね、ちゃんと基礎は勉強できるので、皆さんぜひベーシックのステージをクリアしたら、先ほど出てきたテストエリアとかフリーエリアにチャレンジして、もっともっとレッドストーンのことを知っていただければいいんじゃないかなと思います。目指せレッドストーンマスター、みんな頑張ってみてください。さあということで、レッドストーンベーシックいかがでございましたでしょうか。今後の皆さんのね、レッドストーン生活の足しになってくれればと思います。ぜひ動画の高評価、 SNS でのシェアよろしくお願いします。チャンネル登録もポチッとしていただければ私が喜びますのでよろしくお願いします。私の最新情報や出演情報などなどは Twitter をぜひフォローしてご覧いただければと思います。 Twitter 限定企画、マイクラおじさんの30秒動画も平日毎日更新中、そちらもお楽しみください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあのー、目指せレッドストーンマスター、本当に楽しいからみんなでやってみて。じゃあのー。